はい、どうも黄金世代のたけやきです。今日なんですけども、久しぶりにランクマの動画をちょっと撮っていきたいなと思います。ですね、最近、連盟の方がちょっとクルリンパなどを覚えたいと、すごく頑張ってる方がいらっしゃいますので、ちょっとその方に向けたわけではないですけども、自分のプレースキルも兼ねて久しぶりにね、ちょっと練習がてら撮っていこうかなと思っております。はい、さあちょっとね、4試合だけやって、たまたま全部ね買って、運よくスパスタになんですけども、兼ねて言うならあえてね、さらに言うならば、超フェス一体もいません。一体もいないデッキなんですけど、やっていけるのかと、いうところですね。はい、そういったのも含めてやっていけたらなと、はい、思います。じゃあ行きます。久しぶり。さあ、連勝記録伸ばせるのかどうか、超フェス4体いなくても勝てるのかどうか、やりたいと思います。まあね、練習はね、できるタイミングでやっていかないとね、やっぱり。はい、よろしくお願いします。うわ、さあ、お相手どんなデッキでしょうか。超フェスは何体いるのでしょうか。1、2、3。おるな。はい、見落とした。はい、まあいいや。あー、でもちょっとガードもちゃんといてるな。はい、よろしくお願いします。さあ、久しぶりにランクマ動画。さあ、このヒューマ君、あー、ニッタやったー。やられたー。もうこれもうドンですやん。翼夏でドンですやんね。そうなりますよね。ヒューガとでもいけるか。よし、これあかん、あかんよ。すげえな今の環境。ああ、もうそうなるよね、そうなるよね。え、自動出んの、自動出てくれんの。おお、いいぜいいぜ、ラドゥンガさん、ナイス。はいはい、誰が遊んでくれるんだい。そうですよね。わ、タックル、これはこれは、はい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 、そういうことね。じゃあ、これはもうちょっとドリブルでとりあえずね、はい、遠慮なく行かせてもらうぜ。行くよ。こうなってきたらもうでもゴリゴリできんちゃうんすか。ここで突破してやるぜ。ここでもう、あ、ゴリゴリはできない、ゴリゴリはできない、ゴリゴリできないってなったらもうワンツーしかない。うわ、読まれてる。ボールを取るのは今しかない。いやー、さすが、さすがっすね。あー、もう、やり慣れてる感満開ですな。はい、自分ちょっとあの3133あんまり使わないんで苦手なんですけど、ちょっとね、本当に練習。うわ、そこまで来んの、そこまで来んの。3頭なんでどうすんやろ、ドリルンかな。いや、まあ普通にワンツー。おっ、危ねえ、危ねえよ。というのは、あっ、何今、なんかわけわからんことになった。うわ、耐えた、危ねえ。あ、これ練習不足が出てますわ。ああ、練習不足が出て、練習不足が出ていく。はい、そうっすね、これはあまりよろしくないんで、ちょっと、はい、もうドリドリで、ここで阻止してみせる。これちょっとでもラインすぐ上げやんと。よし、オッケー。
あぶねえ。すぐ出されてたらやばかったよ。こっからね、取った後。はい。あ、あぶね。くるりんどころか。くるりんどころかですね。ここでドリブルと見せかけてパスカットをしてくる。はい、ドリブルで。お、ワイトも全力。どう？くー、ワンツースリーよかった。いや、この辺の読みもやっぱりね、感覚をね、ちょっとすぐ出されちゃう。やばいね、翼はあかんで、あかんで。うわー、やばいな、やべえな。まあでもドリルしかない。あぶねー。いやー、いいよ、ファールで止めてもよし。ただどういう状態になってるか。うん、わ、このまま、あー、やばいね、これはあかんで、これは開きません。あかん位置におる、絶対やばいやん、どっち行ってもやばいやんこれね。ナットレーザー出しても翼出しても、どっち、あ、そっち行った。あー、裏越えた。え、そのまま、このまま撃たれてももう分かんのか。あ、でも撃ってけえへんと思うから、おそらくワンツー。うわ、初めて見た。ああ、やられた。一度やってみたかったんだ、いくぞ。これはまずい。うわー、どうやっていく。はいはい、どうぞ。これを止めれるのか否か、いやー、厳しい環境っすね。うん、あー、時間も、うわー、3300負けてる。バフもちょい負け。止めてくれ。あー、無理ー。あー、でも優勢はそれ、あー、クリサで、うーん、しょうがない。いやー、厳しいですね、本当に。うん、こういうのが普通ですもんね。あかん。あー、はい、いやー、厳しい厳しい厳しいよねえ。 60.5 ってすげえっすね。どうすんやろ。でも変えてくんのかな。ガードとか盛りそうにないもんな。ピエール入れてくんのかな。どうなんでしょう、こっちは。いやー、せめてこうするぐらいですかね。日本フィジカルじゃ厳しいな。こっちも入れ替えとこうか。多分ミカエルでね、起点としてやっていきたいんでしょう。オフェンスホームに変えとこうか。日本オフェンスでね、はい、やり返さんとダメなんで。 OK、 いくよ。やっていこう。練習あるのみ。さあ、自分はどことマッチすればいいのか。とりあえずサンターナ。行くぞ、来い、勝負だ。できひんかった。ういしょうがない。こうなってきたらやばいよね。まあでも無理しかないよね。しょうがない、しょうがない。この俺が止める、舐めるな。このまま一発撃たれたとて、
下げんのかな。そうそうそう、本戦の代償があるから。俺が止める。これは誰にも止められないぜ。はい、ドリドリすんのかな。ああパス嫌やな。ブロックパスかにしとこうか。ああよかった。よし、ぶねー。うわー、それいらんことしている、いらんことしている、いらんことしているよ。ここは自分で行く。いいかしないぞ。ぐるぐる。それはないわ。うん、どっち？ OK。 さあもう一回仕切り直し。ここで守るんだ。でほら送ってないけど、送ってないけど渡したとてやもんね。渡したとてやけど、うわードリル。しょうがないね。僕一人で一気にかわせればチャンスが来る。よし、次がよし、ここで勝負。このまま行くぞ。守るぞ。何これ、なんかおかしい、なんかおかしい。なんでこのタッチヒールターン。ああ、どっち。いやワンツー。おーし、僕が止める。あぶねー。僕たちのゴールデンコンビ。オッケー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 。このためにQが取りましたから、先行来週行くぜ。日本オフェンスだぜ。行け。こちら。さあどう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 。ミサキ、これが勝利への俺からの来週パスだ。優勢は取れると思うんですよな。オフェンスコンビに切り替えてるんで。足を。さあどうなるかな。ラグイだ、ラグイぜ。うお、何ラグイ、ラグイよ、ラグイよ、ラグイよ、ラグイ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 。ああ、オッケー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 、ラグイってどう。ほら 69.6。 ほら来たやろこれ。あ、久しぶりに言った。2023来たやろこれ。カモンカモンカモン、オッケー。よっしゃー、抜いていく。あぶねー。いやでもこれね、追いついたとてなんですよね。守備きっちり。あー、ミカエル来た。あー、ミカエル来たよ。あ、もう絶対絶対絶対ですやん。これはね、うん、まあでもパスか警戒しとかんとしょうがないね。初めて見た時からこれ一度やってみたかったんだ。グルンちゃん行くぞ。何ゴリゴリに来るんじゃん、これ翼で。松山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 で行け。よし来い。うわー、カーザやった。カーザはきちいわ。アーザーきちいでしょう。まあでも、おっしゃ、読み勝った。俺様のタックル。あぶねー、ぶねー。さあこの取った後、はい、下がって出す。オッケー。これね、8センサーどうなんでしょうね。ね、まあでも集中していこう。ここで勝負を決めるんだ。ワンツーで、ほらほら抜けた。よし、準備はできたよ。全力でいくぞ。さあこの後の処理、平行に
おっしゃおっしゃやけどおっしゃやけどもないでこれはどうすんで、うわここしかないやろ。これ全力つけて、おっしゃつい、うわきちいなこれ、うわきちいな。やりたいことなんとなくご想像つきますかね皆様翼で打ちたいんですよただ位置関係悪すぎて、位置関係悪すぎて、でこれで受けたやつ、翼で打ちたいんや。おっしゃ来た来たやろこれ。はいお待ち、ここは自分で行く。さああとは、来たこのボールを。さあどう、劇的な勝利を送れ。これ抜けたら勝っちゃえで、よし来い。どうなカモン来い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 、抜けろ抜けろ、きたーかっこいい。やべどうすか全然くるりんできひんかったけど、ありがとうございます。なんとか勝利を収めましたギリギリはい、といった形で、ギリギリをはい綱渡りしながら、やっております。竹焼です。はい、まあ超フェスキャラねやっぱり強いですけど、ちょっとの工夫とね、まあ日頃の練習ですかねやっぱり。はい、もう自画自賛みたいに聞こえちゃいますけどはい、別に自画自賛してるわけではなく、やっぱりこうそういった局面になった時に、しっかりなんていうんですかね、キーパーを誰で抜くのかとか、そういったことをこう見据えた動かし方が常に身についていれば、こういうジャイ切りもできるんだぜってところをね、はい、ちょっとお見せすることができたのでよかったかなと思います。はい、といったところで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまた。